私たちはアミンチュを応援しています。見たよ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 、かいつぶり。来たよ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 、僕の街。六時四十分だよ。知ったかぶり、かいつぶりニュース。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。活動しているコーラスシャロンナです。私たちは結成して26年になりますが、日本の歌、主に小歌や童謡、そして琵琶湖の歌などを歌ってきました。地元の民話伝説といわれるものを題材にして、メンバーの一人が創作した歌が4曲あります。それもずっと歌ってきました。この10年になりますが、海の日に海の日コンサートと題して定期コンサートを行っております。活動日は毎月2回土曜日の午後0時30分から2時20分くらいで、その後近隣の介護施設へ訪問してそちらで歌っております。年齢を問わずどなたでも見学に来ていただきたいと思います。そして毎年の定期コンサートに見に来ていただけたら大変嬉しく思います。とにかくニコニコとして歌えるサークルです。お茶を飲んでバイバイと騒いでいます。例年の海の日コンサートに向けて頑張ります。アミンチュ。2020年がスタート。今年もおっさん県内各地でゴミを拾います。安野おっさん新春ゴミ拾いアンギャ。前回郡山市岩浜町の第一渚公園からスタートした安野おっさん。74歳、僕29周目なんですよ。29周。これまでになんと29回もビワイチを達成したというビワイチの大先輩にお会いしました。30周終わったらな、これ賞を持ってな、やり始めてカヌー、カヌーでビワイチを回るんだよ。ほらね、カヌーあんな。毎日4句の川柳、2000何日よ、毎日4句やね。もうすでにもう4句読んできた。何で言うし、ちょっと聞かせて。ちょっと待って、近づいたからもうな、撮ってんのか。なんとこれまでテレビの撮影だと気づいておられなかったそうです。この日の川柳を聞かせていただこうとしましたが、今日の昨日の一句やな。今日は写真をあれ8時に撮って、ほな脱線するから読んでまうもん、これ先お話が脱線してなかなか川柳にたどり着きません。こんな日も花を支える元気な根。ね、いい根がつくん違う。おっさんもお返しに一句。ひらさんよ、ひらさん、今日まで混んでひらにお許し。あ、なるほど反省を込め持って。そうそうそう、あ、今日がついたわ、ありがとう。ありがとう、素晴らしいね。ランナーさんがもう一人。走ったんだろ。おっさん、え、おいくつ。80。80、うん、いや、ちょっとかっこええわな、これ。おきに、どうも、気をつけて、お元気で。ありがとうございます。ありがとうございます。おきに、ありがとうございます。かっこくる。はい、
人生100年時代は来とるな。来てますね。めちゃめちゃ元気ですね。わしも10周でどうこうとか言うてたらあかんな、これ。ほんまですね。勇気もらいましたね。うん。健康診断しっかりして。あ、そうですね。ほんで、わしも。目指さなあかんね、先輩たち。走っとるから、先輩たち。すごいな。それでは、ゴミ拾い再開と思いきや、なんかゴミ拾い行く感じじゃなくなってじゃないですね。もうなんかお腹いっぱいやな。お腹いっぱいになりましたね。すごいな、すごいな。すごいですね。すごい。まだまだやることいっぱいあるな。ですね、圧倒されました。うん、トシヤとか腰痛言うてたらあかんね。そうですね、うん。よく見ると小さなゴミがちらほら落ちています。お、よいしょ。よっ、レシート、ゲット。ちゃ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 、ゴミやった。レシートいらんかった。あのレシートここいうとこに入れなあかんな。あ、そうです。アメちゃんの袋をどっかで聞いたような。取って入れたよ。はい、ゲットしました。はい、はい。これはチャチャチャぐらいな。チャチャチャぐらいで、あ、そのアメちゃんの端切れの もう反対側みたいな方があります。いやー、ここにおったんや。よっ、よいしょ。今一緒にしてやるからな。あ、着きました。やっと。第一渚公園では菜の花畑が花盛り。お散歩に出かける方も多いようです。お母さんのウォーキング、うん、あの菜の花見に来たの。あ、わしも見に来たよ。先頃で綺麗かったで。カメラを構えるお父さん。こんにちは。なんか撮りながら近づいてきてくれた。あ、ほんま、動画。今は記念撮影も動画なんですね。みんなが歩く道をお掃除。よっ、よいしょ、二連ちゃん、チャ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 、二連ちゃん。順調にゴミを拾っていきます。UFO キャッチャーできる。よいしょ。はい、よいしょ。はい、ゲット。チャチャチャ、ゴミ。よいしょ。一発、よいしょ。めっちゃ入ってる。はい、はい。この日のゴミ拾いはこれにて終了。新春ゴミ拾いアンギャ、次はどの町？お楽しみに。次は会ってくれてありがとうだもん。当たり前が眩しいな、いつもの挨拶に心が晴れる。小さな会社の見慣れた看板、この街はみんなで支えてきたんだな。いつもの風景、会ってくれてありがとう。今また時代の大きな転換期というか、そういった環境問題等の、注目度が高まってきてますんで、そういったうちも燃料屋として持続可能な燃料の販売も今後
やっていこうという、まずその第一歩としてこのバイオディーゼルを始めさせてもらいました。まず集めてきた油をこのタンクに入れまして、そこから奥の反応タンクに移しまして、メタノールカリウムの薬品と混合して攪拌させます。そうするとこういった形でこう分離します。でこちら上のサラサラした方がもう燃料になりますので、こちらだけを取り出して、そこからまたポンプでこう送ってくる時にこうろ過装置を通したりクリーナーできれいにしたり、工程を経てここで完成品のバイオディーゼルが出来上がると。従来の軽油とほとんど正常的に同じものになるので、それがディーゼルエンジンに問題なく使えるということです。これはね、橋本燃料さんがこのドラム缶に給油しに来てくれるので、僕は24時間好きな時に車に給油するっていう、ディーゼル車なら使えるんですけど、車の改造とかは一切しなくても、そのまま給油しても OK。 その行われていることがもう全て良いことであるっていう認識の上で、まあ、お客様もリサイクルに生かせてない部分をお聞きしてましたので、これはちょうどいいなと思って、はい、ご協力させていただきました。地域でこう回るっていうのはいいことだと思うんですけども、ただ理解されにくい点もありまして、なかなかその辺の需要の面でですね、だいぶ苦労してるみたいなので、まだちょっと集まった油が溜まってきてる状態なので、ぜひ使いたいという方がいればお届けしたいなと思います。興味は昔からあったん で地元で誰かかなと思ってる時にこの橋本さんが始めるということで、トラクターだけなんです、うちは、はい、使っても全然馬力も落ちませんしね。植物が原料になってますので、この植物育てる段階で CO2 吸って光合成してくれるので、この車でこう排気ガスバーッと出した時の CO2 はその植物がこう吸収してくれるということで、カーボンニュートラル、CO2 を増やさない燃料なので、そう使うことによってその CO2 は増やさないので、環境にはとてもいい燃料になってます。バイオディーゼルとか再生可能エネルギーっていうものを活用して、燃料として持続可能社会っていうところにも取り組んでいきたいなと思っています。今日のエンディングはこちら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。見逃し配信やってるで、ウェブアミンチュで。